ミラ・ジョボビッチはアメリカ合衆国の女優、モデル。英語読みのジョボビッチと呼ばれることが多いが、出生地キエフでのウクライナ語発音に忠実な日本語表記はヨボビッチである。本人も気にしていて、自己紹介をするときは、用を強調して発音することが多い。また、バイオハザードの DVD オーディオコメンタリーでは、共演者に対し、ヨボビッチが正しい発音なの。 ヨボビッチと呼んでよね、などと自己紹介の際に強調を繰り返し、名前の発音についての関わりを印象付けた。ウクライナソビエト社会主義共和国の首都キエフに生まれる。父親はコソボ出身のセルビア人イシボギチ・ヨボビッチ。母親はドニプロペトローシク生まれのロシアの女優、ガリーナ・ヨボビッチ。キエフからロンドン、モスクワへと移り住み、5歳の時に アメリカ合衆国ロサンゼルスに移住。移住後に両親は離婚。母親と二人三脚で演技の道を歩み始める。その後父親は再婚し1988年にイボテイが生まれる。その学校時代を通してミラはひどいいじめを経験した。ちょうど冷戦時代のソビエト連邦から来たということが、わざわいして同級生らからロシアのスパイ、コミーなどと罵倒されていたという。 1987年、11歳から、ロシアのモデルとして、モデルエージェンシーに所属し活躍していた。1988年には化粧ブランドレブロンの、Most Unforgettable We m a d in the World に選ばれる。以降、多くの雑誌のカバーやミラのパリ、ニューヨークのファッションデザイナーのコレクションショーに出演している。広告では、カルバンクラインの香水エスケープや、 ロレアルのイメージモデルとして有名である。モデルの仕事と同時に映画への出演もしていたが、1991年に女優としての仕事に専念するために2年の休暇を、トリモデルエージェンシーとの所属契約を解除する。映画では1988年にトゥームーンでヒロインの妹役でスクリーンデビューする。1九9一年にはブルックシールズ主演映画。 青い珊瑚賞の続編、ブルーラグーンに主演。その後女優としての目立った活躍はなかったが、1997年には、リュック・ベッソン監督のフィフス・エレメントのヒロイン役で見せた演技力、美しさが大きな話題となる。この映画では、すべての衣装をフランスのデザイナー、ジャン・ポール・ゴルジエが担当した。1999年のジャンヌ・ダルクや2002年の バイオハザードはシリーズ作品として彼女の代表的な作品となる。その他にミラの名前で音楽活動もしており、1994年には風の物語を発表。モデルや女優の仕事を続けながらバンドプラスティックハズメモリーでコンサートツアーも観光した。また、モデル仲間のカルメンホークと共に2003年に、 ヨボビッチホークというブランドを立ち上げ、ファッションデザイナーとしても活動している。ヨボビッチホークは、ロサンゼルスとニューヨークに拠点がある。日本では、オンワードカシヤマ、キャノン、ホンダオデッセイ、パナソニック、カードファイト、バンガードの CM などの出演がある。英語の他にロシア語、フランス語がある程度を話せる。1992年、16歳の時に、 ショーン・リュースと結婚したがすぐに離婚。1997年に映画監督リュック・ベッソンと結婚するが1999年に離婚。その後、バイオハザードシリーズの監督ポール・ ws アンダーソンと撮影を通して知り合い、交際を経て婚約。婚約中の2007年11月3日に娘エヴァーを出産。 2009年8月22日にアンダーソンと自宅で挙式し、三度目の結婚をした。2014年8月18日、第二子を妊娠していることを自身のフェイスブックで明かした。広角化であり、特に豊ノ島がお気に入りである。2014年11月2日に放送された、テレビ朝日系の日曜洋画劇場、バイオハザードもリトリビューションの中で紹介されたインタビューでは、 大輝が大好き、と答えた。当の豊ノ島は、ジョボビッチと一切面識がなかったものの、そのインタビューを見た豊ノ島は、同月3日に、ブログで、感激報告するに至った。2014年、自分の本名をミラ・アンダーソン・ジョボビッチから、ミラ・ジョボビッチ・アンダーソンへ、娘の名前をエヴーガボ・ジョボビッチ・アンダーソンに改名する申請を行った。2015年、 第二子となる女児を出産。ありがとうございます。